あのさ、ね、これね、まあ新春黄金シリーズか、新春になって、で長州さんがなんかまあなんかわかんないけど、結局なんかあんま欠場してんだよね、長州って、うん、結局なんか聞きしてんだけど、で、ね、面白いのはこのね、猪木高田信彦組っていうのとベイダーが試合してんだけど、高田さんってこの何年後かに神宮球場でベイダーでやることになるじゃないですか、うん、だからその前振りを、前振りというかこの段階で絡んでんだなって俺覚えてなくて、うんうん、なんかそれが、あ、猪木高田組っていうのがあったんだなっていう、まあ、まあ話ですね。ああ、なるほどね。高田はそんだけでも持ってったわけですよ。ああ、なるほど。いや、もう新人といったら持ってたから。はいはいはい。なんでこいつはさ、何かあるなということをさ、言わせてもらわないんだよ、彼は。なるほど。うん、それは猪木さんも察知してるから。うん。こいつは何かあるなみたいな。なるほど。だからその伏線を張るわけですよ。はいはいはい。猪木さんは。はいはいはい。だから大抜擢するわけですよ。はい。猪木さんにはそういうセンスあるから。ああ、確かに。うん。いや、ほんとこれもね、なんだっけ、この間シーザーさんに話を聞いた時の話で、なんかみんなで温泉行ったんですって。そしたら、高田さんと前田明兄さんが喧嘩するんだって。それでね、シーザーさんはそれで、なんで喧嘩してんだこの二人と思ったら、その時の理由が、高田さんは、なんかね、前田さんが猪木さんのことを悪く言ったんですよ。そしたら高田信彦はその場ではだよ、その場では高田さんがなぜか、いや猪木さんがいたから俺たちがいる、それは前田さん言い過ぎだって言っておっぱい洗った二人で喧嘩しだした。猪木さんの、前田明兄さんの中にも高田信彦の中にもやっぱアントニオ猪木っていうのがいろんな思いがあるんですよね、もちろん。いや、それ言うんだったら答え簡単ですよ、はい、要するに、うん、前田明も高田信彦も、うん、猪木という存在を通して、うん、要するにのし上がってくるよ。まあ確かに。そう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 。うん、だそれを前田明はその発言は兄貴の立場から言ってるわけですよ。ああ。兄貴の立場でより密接に猪木を超えたいというか。なるほど。超えていきたいという。で高田は弟の立場から、あ、なるほど、その兄貴と猪木を認めてるんで、ね、そうかそうか、それを要するにさ、こう。うまく中和させられてる。なるほど。あの高田的な要するにさ、八方美人が出てるわけさ、まあ、長男と次男の違いみたいなのがあるわけさ、前田は猪木を否定し続けないと俺はないという考えを持ってたから、ずっと。で、否定し続けることが前田明であり続けると分かってるから、うん、それはもう要するに本音と関係なしに言い続けなきゃいけないから、それを要するに高田の方が分かってないから、うん、諭したみたいな形になった弟の立場じゃないかね。なるほど、そういうことね。本当に兄弟喧嘩ですよ。確かに。そうですね。で、あとさっき矢野さん、これね、関東記事ね、こういう矢野さんのさっき言った、前田と長州は勝利者である。本当それがこう具体的になっていて、要は役員に長州さんはなったんだよ、新日本プロレス。あの事件があった上で。で、押された前田明も勝利者なんだけど、役員待遇になってるんだよ、こうやって。いや、それはまた関係ない。あ、そうですか。実際のね、役員待遇を受けたらどうでもいいことだな。どうでもいいことなの。リングで変えることは全てだから。ああ、そうか。うん、だから要するにさ、それはフロント的な、要するにさ、長州、うん、に対する気遣いだから、長州のことどうでもいいわけですよ。そうなんだ。うん、これ要するにさ、属性権の話だから、これは。ああ、そうか。属性権の話だから、どうでもいいことなんですよ。へえ、そうなのか、うん。でもなんか役員タイプになったらやっぱ会社のためにとか思わないもん。思わないもん、もう誰も思うわけないんですわ。自分の個人は考えられてないんで、給料上がるんだったらいいやみたいな感じよ。なるほど。そういうですね、役員タイプの保証はね、うん、手当が出るみたいなさ、それしかないよ。うん、そんなもんか、うん、なるほど。お前の考えたら全くサラリーマン的だな。いや、役員待遇だった。役員待遇で喜んでる長州が喜んでるのお前でしょ。いやいやいや、俺がこうなったらいいやみたいな。いやいや、体制側にちゃんと入れたんだな。違う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 、そういうことじゃないの。要するにそのフロントが気遣っただけや、長州に。あー、なるほど。でね、あとね、このさ、天竜革命の本当の意味とは観客論に目を向けたと。要は、あの地方でも手を抜かないというふうに考えればいい。あ、要するに地方に手を抜く新日本に対して全日本が打倒新日本を目指そうとしたら手を抜かないし、全日本ということを知ったら唯一の根拠だったわけよ、今度ね。うん。要するにあのね、プロは手を抜くもんだよ。
田舎では田舎用の試合するもんだよ。もちろんそうですよ。そうだよ。俺大舞台だけ勝負するわけですよ。要するにさ、オンとオフがあるわけだよ、はいはい、それをやっていて、大舞台ではそういうことやる新日本と千代田手を抜く新日本のプロですよ。それバカみたいな、どんな田舎でもさ、後楽園で武道館一緒の試合するからバカ丸出しですよ、逆に言ったら。どこまでバカ勝じゃん。でもそれは対新日本に対して、あの全日本プロレスが要するにさ、対抗心を燃やして自分たちのやってることは正しいことをやるための根拠なわけです、うん、なるほど。そういうそういうことは、うん、本当にあの全日本は体にダメージ受けるよ、うん、手抜いてないんだから、うん、そうですね。そうか、だからみんなガタガタになるわけですよ ね。ああ、そうか、そういう意図で考えると手抜きの天才が猪木と武藤敬司だよ。絶対手抜かないのは橋本真也だよ。で、適当にやるのは長野正弘だよ。三重師はすごいな。ああ、なるほど。まあでもさ、山本さん、この時代ってさ、テレビの改変があったじゃないですか、うん、で、ね、そのゴールデンタイムから外れて、やっぱりいろんな思いがみんなあるよね。でもゴールデンタイムはもう当然もうなくなるんですよ、はい、で金曜日の夜にテレビ見ること自体がナンセンスなんじゃないなっていったわけですよ、はいはいはい、その時もみんな外出てんだから、はい、昔は家にこね、要するに家族にあった一つのさテレビをさみんなが見るという時代があったわけですよ、はい、ドリフターズみたいなもんですよ。確かに、なるほど。ドリフターズみたいな終わったようなもんですよ、そんなもん。金曜日の話が終わったというのは。なるほど、うん、いやあとはね、山本さん、これあんまりあとはなくて、そのあと雑レスラーで山本さんが佐山悟さんのことを書いてる。なんで？あのその佐山がアントニオ猪木のその付き人をやっていた時にずっと猪木山本さんがああインタビューしてたら、姫石構成って書いてあって、若い時に、あ、要するにまあずっと立って、うん、立ってるからもうで、なんていうかさ、お地蔵さんみたいに不動の精神で一等もならんでやってるという、うん、要するにその付き人としてのさ、うん、美しい姿に俺は感動したと。なるほど。若い時の、はい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 、姫石構成会館。でなんかこの中に書いてあるのは、そのタイガーマスクになってマスクかぶっちゃったんだけど、俺だよ佐山って同級生だからなんか知り合いから言われても、佐山さんは一応おうって言えないっていうような、まあそれがマスクだから、まあプロだからっていうことを山本さんは作るって書いてるね、うん、この姫路市なんとかタイガー、いや、やっぱりだいたい猪木のさ、はい、スケールをやると人間成長するな。猪木の付け人に選ばれなかったということはやっぱりマイナスだな。猪木の付け人になってたら全部スターになってる。ああ、なるほど。ほとんど、うんうん、やっぱ、まあ、付け人でスターにならなかった、ならない可能性がなかった藤原までスターだったからね。ああ猪木さんは付け人にするやつは能力のあるやつとイケメンを付け人にするんですよ。なんでイケメンをするって言ったら、新幹線で着いた時にやっぱりかっこいいやイケメンでないやつだった。かっこいいじゃないですか。クジラみたいにこんな感じで言ったらさ、新幹線乗ってもまずいじゃないですか。なるほど。そういうのあるわけですよ。見込みのあるやつ、はいはいはい、可能性のあるやつ、はいはい、顔と体がいいやつ、イケメンですから。なるほど。だから前田とか高田になるわけですよ。ああ。それで将来するあるやつね。力道山さんだって猪木さんとかを救う人です。俺はその猪木さんとか知らない。あ、そうか。うん。なるほど。まあでもやっぱ猪木さんの周りにいたらね、やっぱ空気するじゃないですか。いや、猪木さんのやってることを、まあやってることを理解できないけども、その猪木さんと一緒にいる時間をやることで、ああ、街に出たらこんな風にするんだとか、ね、スタンド来たらこうするんだろうとかさ、新幹線だったらこうするんだろうとか、食事はこうするんだろうなってことを全部肌で覚えるわけですよ、はい。あ、スタートなんかこうなんだということを目の当たりするわけですよ、はい、そこには理屈がないわけですよ、はいはいはい、それなぜかというと、それはね、刷り込みの論理というんですよ、はいはいはい、言葉で教えるのは論理で教えるじゃない、はい、頭で、はい、左脳で、はい、でも一緒にいるということは時間を共有してるから刷り込まれていくわけよ、はいはい、あ、刷り込まれていったものはもう永久に身なんですよ。なるほど。だからさ、学ぶということは刷り込みの論理なんですよ。現在時代的にね、こう参考書を読んでやるとか、そんなの学んだことにならないわけですよ。同じ時間を共有しないと意味ないよ。そういうことか。まあね、いやでも、まあ、でも本当そう、だって山本さんのね、周りにいた編集者だってやっぱ名物編集者になるわけだからさ。いやいや、じゃあ猪木さんにしろ馬場さんにしろ俺にしろ、もう要するにさ、ひるみなき存在なわけですよ。うん。
だから要するにさ、一般的な常識ではくくれないさものがあるわけですよ、はいはいはい、要するにそれが狂気だったり悪だったりするわけですよ、はいはい、あるいは要するにさ異端であったりとかさ、はいはいはい、ね、非常識だったりするわけじゃない、はいはいはい、それを目の当たりに全部見ることが重要なわけですよ。なるほど。すごい。ですけど、はい、まあ、ある日友達が僕プロレス好きなの知ってて、うん、レンタルビデオ屋になんか行ったら、うん、チミドロのパッケージのなんかプロレスビデオがあったんですよ、うんうん、あれヤバそうだから見てみよう、うん、って話でみんなでこう家に集まって見た時に、うん、まあまあ、その僕の友達とかはなんかもう血流してるからなんかなんだよこれみたいな、うん、嫌だよみたいな、うん、笑ってるやつ見てれば、うん、でもその時なんかすごい感銘を受けて、うん、なんだかこんなプロレスがあるのかと。はい、ショー大谷のネットチューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね、 LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。ネット塾、格闘芸術を33回楽しむ。いやこれね、オンラインでやるので、要はネットだからネットっていう風にしたんですけど、共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。